お話ししたい伝承はたくさんござい。どの話にいたしましょう。どの伝承に惹かれますかな。痛ましい話ですぞ。葵の集落の守り。お主に礼を言おう。次々と敵をなぎ倒す。くらい。クロードの前にムクロが次々と積み重なる。クロードの太刀が敵の体に深く突き刺さった。敵は仲間が倒れる様を眺めることしかできない。クロードはふと気づいた。さらなる敵が向かってきている。
敵の目は追いつけない。くらえ！八分の怒り！敵勢はまるで恐れを知らぬかのように突き進む。クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。クロードは次々と敵をなぎ倒す。さらなる敵勢が姿を現した。クロード、彼方から進化の敵を攻撃。目にも止まらぬ早技だ。敵勢の果敢な攻めを受け守りが崩れた。全て倒したか。災いが待ち受けていることクロードは悟った。クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。八分の怒り。
破れた。八門の怒り。クロードは迷いは一切なかった。敵は次なる戦いに備えて陣を組んでいる。さながら死を運ぶ風だ。敵勢はまるで恐れを知らなかったようだ。ところを狙った敵勢の攻めが功を奏した。八門の怒り片付いたな。クロードはふと気づいた。さらなる敵が向かってきている。
ムクロが次々と積み重なる。倒したか。クロードを討ち取らんと敵は精鋭を繰り出した。勝負が的を射ぬく。敵勢切っての戦士でさえクロードの前に敗れ去った。敵の掩兵が到着した。
八門の怒り。クロードはついに鬼を退治した。イオの勢は諦めることを知らない。次々と倒れる。全て倒したか。これでクロードを殺せる。敵は固く信じている。敵勢はまるで恐れを知らぬかのように突き進む。
の魂を運び去った。八門の怒り。クロード同士が手を組めば、まさに鬼に金棒だ。敵は次なる戦いに備えて陣を組んでいる。倒れる様を眺めることしかできない。太刀の錆となれ。また一歩死の影が近づいている。息を整え、次の戦いに臨む。一ところを狙った敵勢の攻めが功を奏した。
クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。ハチのサビとなれ。よくやった。決して倒れぬと互いに誓い合った。敵をなぎ倒す。クロードはつむじ風のごとく敵の魂を運び去った。鬼でさえクロードにとっては敵でなかった。鬼がいた。前にムクロが次々と積み重なる。この敵は退く気など微塵もないようだ。敵の目は追いつけない。矢が来る。死は彼方から敵の体を貫いた。一歩また一歩とクロードに死をかけて近づいている。ハチの怒り、ハチのサビとなる。鬼はこの世に別れを告げた。
最後の一人を切り捨てて、クロードは束の間ではあるが安らぎを味わった。クロードには気の休むいとますらない。破れた。防衛地は敵に乗っ取られた。八万の怒り。次なる敵はクロードが相対したどの相手よりも手ごわい。
消えていった。ようやく休めそうだ。クロードは手強い敵どもを打ち倒した。だが誠の勝利へと至る道は長く、さらなる敵が待ち受けている。お話ししたい伝承はたくさんございます。